はい、皆さんこんにちは。 NMB48 チーム B2 研究生のわかにゃんこと角野あかなです。どうもです。はい、この番組は AKB48 グループのメンバーが月曜日から金曜日までリレー形式で個人配信を行います。はい、毎回配信の最後でメンバー自らが次回担当してほしいメンバーに電話をして出演オファーをし、そこでトークテーマまで発表しますですね。これ説明いるんかな、なくてもいるかですね。はい、ショールーム説明、アイテムを投げたりコメントを書き込むためには無料のアカウント登録が必要なので、ぜひ登録してくださいということなんですね。はい、それでは現在のユーザーランキングトップ5を確認しましょう。はい、ランキングトップ5、5位福さん、4位みゃおいさん、3位ジュリッツちゃん、2位水色さん、1位ジャガさんです。タモリさんポジ、そうなの？そうなのかな、知らへんけど、そうかもね。ということで、はい、明日よろしくしてくれた人は同じ NMB48 チーム B2 研究生のアイピことさつきあいかちゃんが私に回してくれたんですけど、アイピとの関係性仲良し。アイカは若菜の一個上ですね、同い年やと思ってます。一個上やけど、はい、ということでね、同じキュンマーって言ったんですね。組閣して同じまたチーム B2 研究生として一緒にやってますですね。ということで、そうですね、皆さん軽くフリートーク何してましたか今日人見知り、話しかけるの初心者みたい何してましたか今日。なんかこの照明がねオレンジやからめっちゃめちゃ色に見えるね、ここ。うん、いいことだ。最近どない、この後お昼ご飯食べるよそうね、ということで良きところで、まだ3分しか経ってない。そうね、お話し会、そう、あの NMB48 が今オンライン個別お話し会のお申し込みと、リアルお話し会の2つのお申し込みがスタートしてるんですね、受付が。そう、リアルお話し会があるんです。そう、生で皆さんに会えるんですよ、めっちゃ嬉しくて。そう、7期生と 7.5 期生、 NMB48 ね、で8期生が加入して、その7期生 7.5 期生 8期生はファンの方と1対1でリアルでお話ししたことがないから、この機会が初めてなんですよ、めっちゃ嬉しい。そう、リアルお話し会で、オンライン個別お話し会が今明日のお昼12時まで3次受付、そう、3次受付が明日のお昼12時までなんですね。なので皆さんぜひぜひ、そう、ソールドアウトも増えていてすごく嬉しかったです、ありがとうございます。いろんな格好するんで、また私のツイッターの方をチェックしていただければなと思います。そう、そろそろかな、ということで、あれ、まだか、まだやな。そう、ナンバトル2の J があって、ジョーシンさんの CGM 出演権一枠をかけた投票もあります。そう、 CM に出演できるんです、もし1位だったら、その投票で、はい、CM 出演したい。歌ったらダメなんかな、ジョーシン大好きですよ昔よく行きましたよね、いっぱいゲーム機買ったもんということで、 NMB48 のアイピから出されたトークテーマは、好きなお寿司のネタそんなんでいいんですかね好きなお寿司のネタを話すんですけど、
興味ないですよね、私の好きなお寿司のネタ、お寿司のネタもう話していくんですけど絶対誰も興味ないですよね、私の好きなお寿司のネタ。ねタコタコとコーンとホタテの貝柱、この3つは行ったら絶対食べます。この3つ絶対食べるのと、あとお寿司のネタじゃないんですけど、お寿司屋さんってフライドポテトが売ってるんですよ。フライドポテトを絶対頼む、大盛りのやつでみんなでわけわけしたいけど今のご時世できひんから、そう小皿に分けて最初に食べたりしてる。今はできないんだけどね、とかかな。コーンで、そのホタテの貝柱がお店によってはちっちゃい貝柱がいっぱい入ってる軍艦とかのとこもあって、私はそれじゃなくて大きい貝柱が1個ドーンって乗った貝柱のお寿司が好きなんですよ。あれ、え、お腹すいた、早くご飯食べたいな、やば。そう、あれが好き。皆さんは何が好きですか、お寿司。お寿司のネタ、マグロが人気なイメージ、マグロとかサーモンとかが。そうそうそうイカ好きよ、カナも。けどイカはねあんま食べないの好きやけど、あ、タイもよく食べる。縁側、サーモン、大トロ、ボタンエビ、エビも好きわ、カナ。茹でたエビも好き、茹でてないエビも好き、生エビあー貝好きわ、カナも。生のホタテ、そう、ホタテ、生お刺身のホタテの貝柱が好きですね。そう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 、お腹すいたな。アジか、食べたことあるかな。イクラ美味しいよね。あのイクラなんですけど、ちっちゃい頃イクラ好きすぎてずっと食べてたんですよ、お寿司屋行くたびに。そしたらちょっと苦手になっちゃって、苦手じゃないけど食べなくなっちゃった。甲殻類好き、うん好き、甲殻類好き好き、エビ、カニ、あとなんか、なんか好き甲殻類好き、私も。そう、食べ過ぎて嫌になるのあるあるなんかな、なんやろとかかな、好きなお寿司のネタあとはなんやろ、でもお寿司屋行ったらスイーツ食べたくなるんですよ、お寿司の後、甘いので。いつもアイスを食べてるアイス大好き、アイスが大好きです。お寿司屋行ったらアイス食べるな、絶対に。ね、最近のお寿司屋さんってサイドメニューめっちゃ豊富ですよね。そうなんよ、ドーナツも好きやで抹茶アイスか、うわ、抹茶、お抹茶も昔めっちゃ好きやったんですけど、今全然食べなくなっちゃって、昔ずっと食べてたものってちょっと高校生とかになると食べなくなっちゃうんかな、大人になるにつれて。粒貝は、わかなも好き、貝好き、アサリも好きやし、アサリ大好き。あら、初めて遊びに来ました、ありがとうございます、嬉しい。バニラよりチョコが好き、アイスはチョコ好きやねん。寿司屋で唐揚げ、わかんも頼んだことあるよ、唐揚げ大好き。こんばんはお腹すいたね、今日みんなお昼ご飯何食べたって聞いたっけ、最初聞いたっけ聞いたっけこってり系、あー濃厚なやつね、シャーベットとかじゃなくてってことよね、だからアイスクリームとかの、なんていうやろ、ミルク系ってこと。そう、私服は黒とか白とかブラウンとかベージュとか多い気がすんなえ、これ時間大丈夫、10分11分、え、ま
だ10分しか配信してないのかな。ちょっと何の話を晩ご飯作りながら聞いてます。え、何の、え、待って、つけ麺いいな。晩ご飯何作ってるんですか。めっちゃ眠い。うん、まだ食べてません。大阪引っ越して、うわ、2ヶ月。おすすめ大阪の食べ物で、おすすめ、そうやね、 NMB48、 ごめん、あくびしたから目赤い。あの NMB48 は大阪なんですけど、大阪のおすすめの食べ物はね、めっちゃ偏見、いや私の好きな食べ物やから大阪関係なくなっちゃうけど、あのわなかさん、劇場の近く NMB48 シアターの近くにあるわなかさんっていうたこ焼き屋さんがあって、もう私そこが大好き、うん、大好き大好き大好き、たこ焼きが大好きなんですけどね。そう、たこ焼き、やっぱ大阪に来たら絶対たこ焼き食べてほしい。8個入りわなか、わなかさん、たこ焼き、あとお好み焼き、あと何やろ、ラーメンどこでも食べれるけどラーメン、ラーメン、鎌倉さんが好きです、ラーメン。あと何やろな、大阪といえばたこ焼きとかかな、粉物。あ、あとさ、あれありますよね、牛水みたいな、牛水なんかありますよね、牛水みたいなやつ、肉水かなんか大阪関西だけみたいな感じな気がする、ごめんなさい、肉水か、関西人なんです、大阪生まれ、めちゃめちゃ大阪育ち、肉水肉水食べたことあんまないんですけど、あ、551さん551の蓬莱、蓬莱さん、551さんの豚まん、豚まん絶対食べた方がいい。あとリクロおじさんのチーズケーキがめっちゃ美味しい、出来たてがあったかいんですけどふわふわでマジで美味しい。え、あれ、あのあったかい状態で買わなくても電子レンジで何分、あ、何秒温めたらいいよみたいなの書いてるんですけど、確か箱に、温めて食べたらマジで美味しいんですよ。だからもし大阪とか関西にいらっしゃった際にはそれ買って食べていただきたい、マジで美味しいんで、ほんまに美味しいんで551さんも美味しい、あ、大好きけど、豚まんが有名かもしれないんですけど、ちまきがめっちゃ美味しくて、海鮮ちまき、シーフードのちまきがめっちゃ美味しいんですよ。ちまきがほんまに、だから私お母さんと買いに行った時絶対ちまき買うぐらいちまきが好きです。この一回食べていただきたい、食べたことないよとか関西じゃない方は。肉団子も私好きです。そう、ちまきめっちゃ美味しいんですよね。アイスキャンディも売ってますよね。ちょっと溶かして食べるのが好き、わかんない、カチカチで食べるのも好きやけど、うん、ちまき大好き。そう、もちもちしてるんです、もち米なんかな、いや美味しいよ、食べてほしい美味しい。あ、串カツ、串カツ、串カツもあんの忘れてた串カツ、とかかな。串カツはね、めっちゃ好き。あ、めっちゃ話の題にそれてる話ばっかしてるんですけど、私串カツ絶対タコ食べるんですよ。串カツでタコって思うかもしらんけど、ほんまに美味しいんですよね。もうプニ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 してるんです、タコがプニプニしてるんです、揚げたらタコ。あ、これもコーン、あ、やばい、あれや、串カツとお寿司全部同じの食べてるかもわかんない。串カツホタテも食べてるし、タコも食べてるし、コーンも食べてるわ。タコ美味しいですよ、串カツ。あとアスパラも美味しい、串カツ。ヘレ、通知あと何やろうな、串カツは。
でもほんまにコーン、タコばっか、タコ5本とか食べる。全然串カツ食べに行きたいね。うん、ソースつける絶対に。アスパラはマヨネーズやけど。いやお腹空いたね。カマンベール、そんなんあんねや、絶対美味しい。あ、うずらも好き、好き好き。アスパラ分かんのも最近になって、小学校の時アスパラがねお弁当に入ってたら残すぐらいめっちゃ苦手やったけど、なんか中学生とかになってからめっちゃ好きになって、アスパラもうどんどん食べれるようになって、アスパラガスが。なんか今になったら好きな食べ物めちゃめちゃ、アスパラ大好き。湯がいてすぐが美味しい、あったかいから。でマヨネーズつけて食べるんですよ。そう、あ、高校3年生ですね。そう、アスパラにマヨネーズ、やっぱマヨネーズって何でも合いますよね。そう、うん、何分や、17分か。あと3分話します。そう、皆さんじゃあ串カツやったら何が好きなんやろ。若菜の知らん串カツのなんか具材とかある気する。何あるんやろ。マヨラー、めっちゃマヨラーかも。唐揚げにもマヨネーズかけるし、そう言われたらそうかも。エビフライにもマヨネーズ、揚げ物全部マヨネーズかも。あ、嘘、とんかつはとんかつソース。レンコン好き、シャキシャキ大好き。レンコン、紅しょうが食べたことないかも。とんかつ。タルタルソースも好きやけど、タルタルソースうちないんです。常備してないから、うちはタルタルないってなるとマヨネーズ。牡蠣、イワシ、あー美味しそう。串巻き存じ上げないかも。玉ねぎも甘くて美味しいですよね。あのお腹空かせるのやめてくださいよ。めっちゃお腹空いてきた。わあ、牛タンとかあるの。玉ねぎ、あ、お腹鳴った。うん、何分、18分だ。うん、お腹空いたよ。それでは、それではもう電話かけちゃうか。お腹すきましたね。じゃあそろそろ、ね、次回配信者へ電話、ここで明日よろしくしたいメンバーに電話をかけたいと思います。誰ですかね。誰にかけるかは相手が電話に出るまでお楽しみ。誰やろう、7期生かな、誰かな。でも私先輩のその連絡先も知ってるから、先輩に渡したいなって思ってるかもですね。聞こえちゃうかな、電話出るかな。マイティかシオン、おー、8期生かもしれないですね、もしかしたら。先輩かもしれないし、電話に出ないぞ。電話に出ないぞ。あっ、やばい、電源切っちゃう。ちょっと待っててください。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、電波取ってきました。あ、
おはようございます。おはようございます。アポ取ってますよ、もちろん。じゃあスピーカーにしても大丈夫ですか？大丈夫です。あ、はい。じゃあスピーカーにするので、48グループの名前と規制とお名前をお願いします。はい、はい、あ、まだです。スピーカーまだしてない。あ、します。お願いします。はい、NMB48 7.5 期生塩民こと石山です。よろしくお願いします。予想で塩多かってん。ええ、もうし予想がさ、ちょっと塩塩塩塩塩ってバレてた。なんで、怖っ。えなんで、なんでなんでやねん。なんでやねんなんでやねん。シオンは韓国人ですからね。はい、はい、そうね、シオンちゃんです。シオンミン当たっちゃったくそ悔しい、はい、ということで今回はカナに回してもらいましたね。はいこの前はシオンから私に回されたんですけど、今回は私からシオンに回しましたね。はい。ってことでトークテーマやねんけど、はい、どうしましょう。どんなトークテーマがいいんですか。ちょっと皆さんに聞きますね、トークテーマ。はい。何がいいと思いますか、トークテーマ。皆さん、しおみんしおみん何がいいかな。しおん11月15日に配信してたんか。割と最近やったね。そうなんよ。何がいいやろな。シオン、なんか話したいこととかある？それかなかったら全然。シオン話したいこと、なんかあるかな。これからの未来いろんなんあるよ。ナンバトル2のこととか、日韓のアイドルの違いとか、とか若菜の日韓のアイドルの違いと思います。お、いいとか。そうそう、日本のファンの特徴とか、韓国についてとか、アイドルについてとかあるね、いろいろ。そうそう、それがいいと思います。じゃあ、日韓のアイドルの違い、むずいね、はい、政治家みたいになってる。全然軽く話してくれていいよ。はい、はい、軽く話します。ということでトークテーマ、日韓のアイドルの違いで決定で、決定です。お願いします。じゃあ、それじゃあ若菜がせーのって言ったら、 AKB48 の明日よろしく。あ、嘘。おい、あ、嘘。じゃあ若菜がせーのって言ったら、明日よろしくって一緒にお願いします。はい、せーの、明日よろしく。ありがとう。電話切ります。バイバーイ。ポチ。いけたよんね。そう、シオミンならでは、シオンは韓国からはるばる日本に来て NMB48 の 7.5 期生として活躍しているので、せっかくなんでね、シオンにしかできない話をしていただきたいなと思いましたね。バラバラやったね。ということですね。という感じでございますわね。ということで、ということです。そうそう、ツッコミもできるし、塩何でもできるよ。そう、韓国の子なんです、いいしおんちゃん。そうそうそう。あ、じゃあお写真を撮ってください。ね、シオン誰にかけるんですかね。私にしか回せないとか言ってたのに、大丈夫かな。ね、大丈夫かな、シオン。お腹すいた。うん。ぜひ皆さん、オンライン個別お話し会の申し込みまだ受付してるんで待ってますね。ということでエンディングのお時間です。はい、 AKB48 の明日よろしく、そろそろ終わりの時間です。今日のリップはね、
オピュのリップのはず。オピュのまたツイッターに書き込みますね、リップの色告知、そうですね、さっき言ったですね、オンライン個別お話し会があるので、ぜひ私と気になってたりする方が少しでもいらっしゃったらお話ししたいです。大丈夫、人見知りでも若菜が一方的に喋るからそう、あとツイッターもやってるので、すみの若菜で検索してフォローしていただければなと思います。あとアメブロの方でブログも毎日書いているので、ぜひそちらの方も暇な時、時間つぶしがてら読んでいただければなと思いますということで、めっちゃ喋ります私はなんか人見知りでも大丈夫ということで、それでは最後のユーザーランキングトップ5を確認しましょう。びっくりマークが2個もついてる確認しましょう。5位、あ、だだだ、5位みゃおいさん、4位野原しんのすけのすけさん、3位ジュリちゃん、2位水色さん、1位せひろさんです。ありがとうございます。はい、ということで良きところで終わりです。びっくりマーク1個、ここは1個ですということで、 NMB48 チーム B2 研究生若にゃんこと隅の若菜の明日よろしく、ありがとうございました。終わったね、バイバイ。ほんまにあの48グループの NMB48 グループファンじゃない方も見てくださってたらありがとうございます。感謝です。バイバイ。